バウタークラベとは、オランダの画家である、同名のステンドガラス作家の祖父と区別するために2世を付加することがある。ゴーダで生まれた同名の祖父は、兄のダーククラビスと共にゴーダの西安ス大教会のステンドグラスを制作したことで知られる人物である。父親は、司会議員や市長も務めた。絵画を、 コルネリス・ケテルに学んだ後、1613年頃から修行の旅に出て、1616 16年頃からローマに滞在した。ローマでは、コルネリス・ファンプーレンブルフ、バルトロメウス・ブレーンベルフ、ウィブランド・デ・ヘイストラの、オランダやフランドル出身の画家たちたちと、ベント・ボーイ・グルスというグループを作って活動した。このグループでは互いをあだ名で呼び合ったので、比べとは、デ・アルマナックと呼ばれた。 この時代の多くの画家に影響を与えたカラバッチオの影響はクラベトの作品にも見られる。1626年にゴーダに帰国し民兵組織に加わった。1628年に市長の娘と結婚した。1629年のスペインに対する戦いでスヘ,ルトウヘインボールン編坊主の法以前に参加した。カードプレイヤー、聖トーマスの進行。 東方三博士の礼拝オフィシャーズガーズメン、オブザ・カンパニー・オブ・コロネル・ハーマン・ハーバーツズ。ありがとうございます。